はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、4月の10日、はい、水曜日となります。はい、今日はね、本当に一日ね、ポカポカ陽気でね、本当に暑いぐらいで、もうね、本当、夏日が来るんじゃないかっていうぐらいね、暑かったですね。ね、夜半は寒かってね、お昼ね、ちょっと本当に暑かったぐらいだったんでね、皆さんね、体調の方はね、いかがだったでしょうか。はい、ゆずくんとかりんはね、朝眠いって言いながらね、朝お散歩にね、行ったみたいですが、ね、夕方もね、元気にね、仕事から帰ったらね、お出迎えしてくれたんでね、帰った瞬間ね、本当今日のね、疲れが癒されましたね。本当このままね、こんなね、お天気のままね、ずっとね、なんか続いてくれてね、まあ水不足だけがね、ないような感じにね、なってくれるとね、本当にありがたいんですが、まあね、皆さんでね、ちょっと見守っていきましょう。はい、あとはね、まあ今日はね、本当ポカポカ陽気だったんですがね、本当、皆さんね、お待ちかねのね、ゆずくんのね、5歳の誕生日が、まあね、ついにあさってね、やってまいります。はい、ライブ配信はね、夜のね、7時からね、行う予定でおりますんでね、再度ね、告知になりますがね、まだ皆さん本当、ご参加できる方おられましたらね、もしよかったら、参加の方よろしくお願いいたします。はい、本当にね、5歳もね、あっという間に、ありましたがね、本当先ほどもね、本当、近隣の方にね、お会いしましたがね、本当に、いつも皆さんがね、可愛がっていただけることがね、本当にありがたい今日この頃でございます。本当ね、ずっとお薬生活もね、ゆずくんもね、ずっと続けておりましたがね、まあ、今日の朝でね、まあ、お薬の方はね、全部飲み終わってね、また病院の先生のね、判断次第になりますがね、また本当、もっきりね、なんか本当食べさせてあげたいなって、ね、思う気持ちがね、いっぱいです。ね、いつもお利口にしてるからね、本当早く治ってね、目いっぱいね、ほんと好きな分だけね、食べてもらってね、ほんと満腹感をね、また嬉しいっていう気持ちをね、ほんと増やしてもらったらなって思いますんでね、早く病院の先生も許しを、ね、出してくれたらいいのになって思います。はい、ほんとにね、まあでもね、ほんと4月も入ってね、もう10日になりました。もうね、本当今ね、本当交通安全週間にね、本当入ってね、うん、あのところどころにね、やっぱりね、おまわりさんのね、姿をねよく見るんですがね、本当にね、まあ、交通安全運動だからね、週間だからね、まあ、するのではなくてね、まあ、みんなでね、本当、安全なね、こう社会をね目指す中でね、やっぱりおまわりさんもね、結構大変なね、業務をされてると思うんでね、うん、まあ僕はね、なんか、交通でね、なんか職質とかされたらね、うん、素直にね、あ、はいって言ってね、免許証とかも見せるんですがね、まあ世の中にはね、それが納得いかないっていうね、方もおられたりもするんですが、まあね、ほんと、おまわりさんのね、仕事のね、大変さもね、ほんと、僕もね、ほんと、少なからず知ってますのでね、はい。これからもね、なんか安全運転に気をつけてね、そのね、安全運転がね、まあ、ゆずくんたちのね、方にね、つながればいいなっていうふうに、感じております。またね、皆さんもね、お車の運転ね、気をつけてね、はい、皆さんね、毎日をお過ごしください。はい、ということでね、今日もね、はい、夕方よりね、お送りさせていただきました。またね、この後のお時間もね、皆さんね、有意義にお過ごすためにね、お体にもね、気をつけていただいてね、この後もね、
みんなで楽しくお過ごしくださいませ。またね、チャンネル登録、また、いいね、またね、コメントなどね、お待ちしておりますのでね、また皆さんどうかよろしくお願いいたします。それではね、また、明日お会いできることをね、楽しみにしております。ではまた皆さん、明日お会いしましょう。バイバイ。